組タイトルを叫んでくださったのは、以前ゆうにゃんにもレギュラー出演していたアナウンサーの湯浅明さんと、それから2月16日に銀座山の楽器で行った私のエレクトーン発表会に来てくださった皆さんなんですよね。さて、今日のちょっぴりハプニングはそのエレクトーン発表会の模様もお送りします。本邦初公開、今まで誰一人として聞いたことがなかった私のエレクトーンの実力が今夜ここに明かされます。そして2月はプレゼント月間ということで、いろいろなプレゼントをお知らせしてきましたが、今日はその締めくくりとして信じられないほどたくさんのプレゼントを用意しました。そうです、私がおねぼうさんのあなたのために作った目覚ましカセットがあります。そして私のエレクトーン発表会にちなんで、ヤマハのポータサウンドの中から一番正しいタイプのボイスバンクのプレゼントもあります。それから今週はテレホンカードを10枚プレゼントしてしまいます。さらに今日はお便り、ハプニングカセット、伝言ハガキと、それぞれのコーナーでご紹介した全ての皆さんにボーナスプレゼントまでつけちゃいます。すっごい、私はこう見えても太っ腹なんですよ。今日はペンとメモ用紙を用意して、私の言葉を一言も聞き逃さないようにして聞いてください。そう、学校の授業と同じくらい真剣に聞かなくっちゃダメですね。今週も60年代ポップスでスタートです。今日は悲しきなんとかっていう日本語のタイトルがついたアメリカのポップスを聞いてみたいと思います。とにかく60年代初めには、悲しき16歳、悲しきインディアン、悲しき片思い、悲しき足音、悲しきカンガルー、まだまだその他にもあるそうなんですが、とても紹介できないほど悲しきというタイトルをつけられた曲がたくさんあって、どれもヒットしてしまったそうなんです。悲しい時代だったんですね、きっと。はい、この歌は映画アメリカングラフィティでも流れていたので、知っている方もいるかもしれませんね。悲しき街角、デル・シャノン。さあ、近くに行きたいのコーナーですが、今日は本邦初公開、アキーのエレクトーン発表会の模様をお送りします。ああ、2月16日月曜日、運命の日はとうとうやってきました。銀座山の楽器のジャムスポットには100名ものお客さんが集まってくださって、私を温かく迎えてくれました。この日が来るのが心配で、そうですね、当日も会場に入ったのは予定の20分前、4時半の会場ギリギリでレッスンしたんですけど、5日前に山の楽器のエレクトーン教室で山岡君江先生に特訓を受けたんです。で、家に帰ってから猛練習しようと思ったんですけど、スキバンデカのイベントがあったりとかして、全然できなかったんですね、なんていろいろ言い訳をしてるんですけどね、ただのでも一応当日は早起きをしてちょっと家で練習してきたんですけど、そうですね、でももう始まる前から緊張して、こうコンサートの前みたいな感じでね、10年ぶりなんです、真剣にエレクトーン弾くのは。それで真剣に人に見てもらうっていうのは初めてだったんでね、もうとにかく緊張の連続だったんです。さて、その猛練習が10年ぶりにエレクトーンにチャレンジした私に成果をもたらせてくれたでしょうか。どうしましょう。はい、じゃあ、けいちゃん、はい、まずそうですね、姿勢ですね。はい、はい、うん、とっても背筋が伸びてて、はい、足もね、あのけいちゃんの場合は長いみたいなんで、大体先生、リズムがいろいろあるんですよね。できれば下手なんで、せめてリズムだけでも、曲がすごく綺麗な曲だから、いろんなリズムあるんですけど、普通にロックのねリズムなんだけど、こんなのが合うと思います。あと音なんかは大丈夫かな。はい、あんまり緊張しない。音はいいですね。はい。じゃあ頑張って。では私が昔からとても好きな曲なんですけど、マイウェイです。聴いてください。
どうしよう。今のは練習です。せーの反応も変わってたんですけどね、とにかくあの弾く前にね、私もあと先生も緊張してて、二人で緊張しちゃって会話になってないんですね。もうお互い全然違うことを言ってて、何なんだろう。私はやっとの思いでマイウェイを一曲マスターしましたが、やっぱり山岡先生はプロだけあってすごいテクニックなんです。模範演奏をお願いしましたが、意外にもこんな曲を披露してくださいました。流星のマリオネットを弾いていただけると思わなかったんでね、びっくりしたんですけど、で初めに聞いた時にその場で私はびっくりしてしまって、流星のマリオネットだとか騒いでたんですけど、そのうちだんだんもうすっごいうまさに聞き入ってしまって、もう呆然とお客さんの前で口をボカーンと開けたままね、え何も言えないでずっと見ててしまったんですけど、でも本当にすごかったんです。山の楽器エレクトン教室の山岡先生、本当にどうもありがとうございました。今日の近くに行きたいは、私が生まれて初めて体験したエレクトン発表会の様子をお送りしました。さあ、お待ちかねのプレゼント第1弾、
私のエレクトロン発表会にちなんでヤマハのポーターサウンドの中から最新型のボイスバンクのプレゼントです。ボイスバンク、日本語にすると声の銀行ってなりますが、それもそのはず、なんと100種類のサウンドが記憶されているんですね。すごい頭がいい。もちろん10種類のオートリズムやオートベースコードもついていますから、どなたでも楽しく弾きこなせます。すごいですね。いろんな音色が本当に100種類も出るんですよね。まずはこれは何ですか？ビブラフォン。間違えちゃった。これはポップコーンって言うんですか？なんかあれみたいですね、あのムーミンの足音、ぴょん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 ってムーミンの足音みたいですけど、そうなんです。100種類、こういうふうにハーモニカの音とかピアノの音とかベースの音とか100種類変えられるんです。楽しいですね。これ大人の人でも一日、丸一日一人で遊びますよ、きっと。子供の頃に若返ったように。このポータサウンド、ボイスバンクをなんと3名の方にプレゼントしてしまうんですよね。すごい、私も欲しいな。ご希望の方は郵便番号100千代田区有楽町日本放送吉澤明恵ちょっぴりハプニングボイスバンクの係までおはがきをお寄せください。この後プレゼントのお知らせ第2弾もありますから、どうぞお楽しみに。吉澤明恵ちょっぴりハプニング、この後はボーナスプレゼント付きのお便りのご紹介です。なんかすごいですね今週は。まずは高松市の橋本直美さんです。こんばんは、あきえちゃん。毎週ラジオ聞いてますよ。私の悲惨なことを聞いてください。この間ミニのスカートを履いて髪をくくってジージャンを着て赤い自転車に乗って走っていたんです。そしたら前から小さい男の子と母親らしい人がやってきたんです。男の子は私の顔を見るなり、パパお帰りと言うのです。私はびっくりして違うよと言うと、後ろの母親らしい人があれは男の子よと男の子に言っていたのです。私は女の子だ、よく間違えられるんですよ。どうしたらいいんでしょう、あきえちゃん教えてください。パパお帰りだ。かわいそうですね。でもそのお母さんも男の子よっていうのもすごいですね。あの関係ないんですけど、私昔うちでアライグマを飼ってた時によく近所の親子連れが、小さい子供を連れたお母さんが見に来たんですね、お散歩をして家の前を。その時に子供が、あ猫だとか言ったら、お母さんがバカね、何言ってんの、あれは犬よとか言って、家族でねそれをたまにこっそり聞きながらゲラゲラ家の中で笑ってたんですけどね。なんかそういう感じですね。次は三重県三重郡の太田隆さん。こんばんは、あきえちゃん。寒いですね。僕はほんと寒いの苦手で、早く春が来ないかなと思っている今日この頃です。今僕のクラスでは桃引きを履くのが流行っているんです。へえ。最初僕が履いていたのがきっかけで、今ではクラスの半分の人は履いてるみたいです。桃引きっておじさんみたいでかっこ悪いと思うでしょう。でも一度履くとあったかくてやめられないんですよね。あきえちゃんは履いたことないでしょうね。男子校で男ばかりだから、そういうの履いてっても平気なんだよね。女の子がいたら見つかったらかっこ悪いもんね。それではこの辺で。桃引き履いてるんですか？あ、そういうものなん、男の子ってそこら辺歩いてる男の子みんな履いてるんですか？私もあのスケバンデカの撮影の時にセーラー服の上が短くって、アクションをする時にこうやって手を上げるとお腹が見えちゃうんですね。おへそとかが出ちゃうんですね。それであのプロデューサーの方から、あんまりお腹を見せるなっていうね、そういう注意があったんですね。それで衣装係の方に注意言われて、下に長袖のシャツを着る癖がついたんですね。そのスケバンデカの撮影でみんな着てるんですよね。南根陽子ちゃんも佐賀の春子ちゃんも着たんですよ、撮影の時は。それで、ね、撮影が終わったらやめればいいんですけど、私はなんかやっぱりね、その桃引きの方と同じで癖になってしまってね、寒くって学校で体育がある時とか、体育着半袖なのにその下に長袖シャツ着てる、上からちゃんとジャージ着てわからないんですけどね。体育の時に着てったりとかしたことがあるんです。あーなんか恥ずかしいこと言っちゃった。でもいいんです、スケバンデカのね撮影でついた癖ですから。私だけじゃないんですそれに。本当に今週もたくさんのお便りをありがとうございました。ご紹介させていただいた皆さんに、いつものように番組特製のハプニングハサミ
をプレゼントするんですけど、特にボーナスプレゼントもついているんです。あの、私のジグソーパズルなんですけどね、それも一緒にお送りします。ご紹介できなかった方は、あの、また3月になったらオリジナルカセットを作りますので、そのチャンスがありますから、がっかりしないでくださいね。今週のプレゼント、またまた出ました。今週のプレゼント第2弾、体育祭の音楽ですね。これは皆さんからのご希望が特に多かった目覚ましカセットプレゼントのお知らせです。この目覚ましカセットにはモノローグ風、スケバン風、お母さん風、恋人風と私が演じた4つのパターンが入っています。ちょっと聞いてみてください。ねえあなた、お時間よこんなのもあるんですよねこの目覚ましカセットは50名様にプレゼントしますが、例によって私がこれから出題するクイズに正解しないともらえる権利がありません。それではよーく聞いてください。問題はこれです。キューちゃんとオーちゃんの髪の毛の数を足すと何本でしょう。キューちゃんとオーちゃんの髪の毛の数を足すと何本でしょう。じゃあちょっと特別にヒントをあげてしまいます。あなただけに。おーちゃんの髪の毛は1本です。これはちょっと内緒なんですけどね、おーちゃんの髪の毛は1本ですよ。この答えをおはがきに書いて、郵便番号100千代田区有楽町日本放送吉澤明恵ちょっぴりハプニングの目覚ましカセットの係までお寄せください。正解者の中から50名様にプレゼントします。ハプニングカセット。さあ今度はモノマネ自慢が次々に登場するハプニングカセットのコーナーです。早速作品をご紹介しましょう。神戸市兵庫区の稲目真澄さん、21歳の女性の方なんです。今日は菊池桃子さんのモノマネをやります。あ、可愛いですね。女性の21歳の女性の方っていうからなんか恥ずかしいね。あのモノマネしちゃったらかわいそうだなとか思ったんですけどねよかった、かわいい、かわいくって。ちょっとじゃあ聞いてみましょう。ブーン、いつの日からかまだ見ぬ人に、かわいいですね、ときめいていたうまいけどなんか寝ぼけてるみたい。心に深くなんか一時期夕焼けにゃんにゃんのアイドルを探せのコーナーで毎週木曜日か水曜日かなんかに自分の特技を披露するんですね。それで必ず週に1回1人はこの菊池桃子ちゃんのモノマネをボーイを歌ってね、やる人がいたんですけどね、やっぱりモノマネしやすいんでしょうかね。私はできないんですけどね。次の方は兵庫県高砂市の小高純一さんです。あきえちゃんこんばんは。このカセットには桂三枝さんと相川欽也さんのなるほどザワールドでのわざとらしい笑い声が入っています。聞いてくださいそんな失礼なこと言ってるけど早く聞きたいなかなか得ていらっしゃいそうですかそうですか。あ、桂三枝さんはねそっくりですね。でも相川欽也さんってそうでしたっけ。今週ご紹介した稲目真澄さんと小高純一さんにはマクセルのカセットテープフリル46を5本ずつ、そして私のジグソーパズルも一緒にプレゼントします。ハプニングカセットは毎週受け付けていますので、モノマネ自慢の方、ただ目立ちたい方、どんどんお送りください。60年代ポップスの中から悲しきという日本語のタイトルがついた曲をお送りします。オールディーズというよりはもうスタンダード曲って呼んだ方がふさわしい1963年の大ヒット曲なんですけど、コマーシャルでよく聞いたことがあると思うんですよ。カスケーズの悲しき雨音です。あまりにも素晴らしい演奏だったので、もう一度山岡先生の流星のマリオネットを聴きながら伝言ハガキの取り次ぎです。愛知県瀬戸市のペンネーム星の卵様です。クラスの友人の K へ、
この3年間いつもノートを打ちさせてくれてありがとう。君のおかげでいつもテストで赤点にならずに済み、無事に卒業できそうです。しかし君のノートの汚い字を読み取ることは試験勉強よりも難しかったんだよ。んだってわがままなやつ。次は国分寺市のペンネームデロリアンさんです。伝言はがき、母上様、父上様、申し訳ありません。大学入試をサボってスケバンデカを見に行ってしまい、浪人が確定してしまいました。来年こそは頑張ります。本当にですか？本当に大学入試をサボって言ったんです。あんまり行きたくなかったんですか、この人。そんなことないんですか？スケバンデカを見るために。じゃあ舞台挨拶かなんかの日だったんですね。いや、なんか私が悪い気になってしまいましたね。ごめんなさい。以上ご紹介した皆さんには、番組特製の謎のキツツキ君と私のジグソーパズルをプレゼントします。伝言はがきもご利用をお待ちしています。ではおしまいに、吉沢明恵から、この番組を最後まで聞いてくださった皆さんに特別にいいことを教えてしまいます。初めから聞いてる人はわかるんですけど、キューちゃんの髪の毛は3本なんです。あー、言ってしまった。初めから聞いてる人は、そうですね、これでポータサウンドがもらえるかもしれないですね。もしかしたら。頑張ってください。それでは来週またこのお時間に。吉沢明恵でした。来週は大人っぽくいきます。